して多分多くの人は原爆の図最初に出会う時は外から見る人、まあ、角あるから見る人のような感じでこう接近すると思うんですけど、原爆の図と向き合って見てるうちに巻き込まれる。その原爆の図の前に立ってると自分がいつの間にか当事者側に回る感覚的に。でそのこと、その自分が原爆の図の前に立って感じたことと初めて紙芝居に出会ってその紙芝居に吸い込まれて夢中になった体験が僕の中ではつながったんですね。